グリーンスポット伝のハーブガーデン紹介です。今日はご近所のハーブガーデンの様子を紹介します。一つ目は、うちのガーデンでも咲いていたベルガモット、これの白花が今綺麗に咲いてますので、その様子と、あとはオレガノのワイルド、これが茂ってきて今花を咲かせてきています。その2つのハーブの様子を今日は紹介します。これですね、ベルガモットの白花ですね。これこんだけ固まると綺麗ですね。これこれも強いですよ、寒さに。これですね、オレガノのワイルド。ワイルドの方はね、これぐらいで収まるんですが、高さがね、50センチかそこら、60センチですか。で、グランドカバーになりますからね、広がったらこんな感じになりますね。普通の料理用のやつはもっとこのぐらいになって白い花ですからね、見てくれもこんな綺麗なことはないですけどね。これはよろしいよ、こう鑑賞する分にはね。料理にも使えますけどね。